はい、どうも皆さん、こんにちは。ミコプロデューサーのミコでございます。ブンブンつって、はい、ということでね、ゴールデンウィーク今入ってる中なんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、やっぱね、今ゴールデンウィーク真っ只中ということもあってね、バイク乗ってる人もちょいちょいいますねって感じで、結構ね、出かける頻度がね多くなってるような気がするですが、いかがでしょうか。ということで、今回は何をするかと申しますと、なんかね、僕のね、iPhone がね、まあ僕今 iPhone6S を使ってるんですけども、まあそれはその今に始まったことじゃないんですけど、何だったかな、1年前ぐらいに俺昔バンド組んでたんですよ。で、そのバンドの練習である曲をやろうってことになって、なんか曲をね、流しながら、演奏して練習するみたいな流れになっていて、でなんか接続したらなんかバリバリって言ってすっごい音したんですよ、マジで。でね、そっからね、なんかね、俺がそうやってイヤホンとかで挿して、でなんか曲をね聞こうとするとね、なんかね、イヤホンがね、右耳というか右のイヤホンは普通に流れるんですよ。でも左がね、異様にね、音量がちっちゃいんですよ。で、なんか iPhone の設定で左右のなんかバランスみたいなのを整えるっていう機能があるんですけど、それをね、左に最大にしてもね、音量バランスが全く違うわけ。左がめちゃくちゃ弱くなっちゃって、でもそれでずっとね両方してて、もうなんか気持ち悪くなっちゃうんで、だからもうそれ以来ね、イヤホンでね、その iPhone に挿してね、音楽を聴けなくなっちゃったんですよ。結構前にね、AirPods が出てね、 Bluetooth で聴くイヤホンというか、 Bluetooth に関しては左右のバランスちゃんとなってるんですよ。だから多分故障的な場所で言えば、やっぱりイヤホンジャックがそのミキサーを通してね、ぶっ壊れちまったんじゃないかっていうことが予想されるので、今回はですね、その自分のね、イヤホンジャックを直しに、なんか近所のアピタのなんか中に、その スマホっていうか、その iPhone を直す専門店みたいなのがあって、今日はね、ちょっとそこでちょっとこのイヤホンジャックね、もうさすがに1年ぐらい耐えたんですけど、もうなんかイヤホンで音楽聴きたいっていうことがね、結構最近多くなってきたので、ちょっと今回はね、それを見てもらおうとかね、ちょっと診断してもらおうと思いまして、もちろん直るというのであれば、修理にね出して、直していこうかなって思ってます。はい、ゴールデンウィークになぜ俺は iPhone を直さなきゃいけないんだっていう感じ。はわよし、着いた。じゃあちょっと携帯の修理にね行っていきたいと思います。
はい、ということでね、無事ね、修理から帰ってきました。で、まあ、結論から言うと、修理はしてません。で、なんでかっていうと、なんか、まずその、秋田に着いて、すぐ行ったんですよ。で、そしたらなんか、壁紙みたいなやつに、予約しないと受け付けれませんみたいなの書いてあって、で、どうしようと思って、じゃあその場で予約しようと思って、店の真ん前で電話して、すぐそばなのに、直接言わずすぐ電話して、で、1時間後に、なんか、一番新しく、早くて1時間後があったんで、それにして、1時間ね、いろいろ時間潰して、1時間後にね、行ったわけですよ。で、いらっしゃいませと、どうしましたっていうことで、まあ、そのイヤホンのね、左右のバランスがおかしくて、左だけすごくちっちゃいですって。わかりました。じゃあ、一回見てみますね、ってことで、見てもらったんですよ。で、店員さんにも、受診してもらって、あ、やっぱり、左側確かにちっちゃいですね、って。で、なんか、直し方というか、直すことももちろんできるんですけど、ってことで、一応その僕が iPhone6S でドックの方を直すのに7000〜8000円ぐらいかかるっていう感じだったんですよ。まあ7000〜8000円を覚悟して行ってたんですけど、もう一つなんか方法があって、そのライトニングケーブルの方にそのイヤホンジャックのね変換プラグを挿して、そっちで聞くとなんかちゃんと聞けるっていうことがそのまた実験で判明したんですよ。あ、ライトニングケーブルの方はちゃんと聞けますねっていう感じで、まあ充電ねしながら音楽聞くってことはできなくなるんですけど、まあでもそんななかなかそういう充電しながら音楽聴くことは多分ないので、これでいいなと思って、でそれだとまあ変換プラグがだいたい1000円ぐらいで、そのお店にも売ってたので、どうされますかってことで、あ、じゃあそれでっつってあ、それでお願いしますって言って、でまあその変換プラグをね買ってね終わったって感じなんですけど、ということで修理にはねそんなお金はかからず、まあいい、良かったなと思ったんですけどちょっとね他で散財しすぎた。最初ね予約の時間まで結構1時間ぐらい時間あって、何しようかなと思って電話して、でそこでまあなんかいろいろ買い物したりとか、なんかスタバ行ってとか、であとゲーセン行ってさ、もう見て分かった通りさ、マリルのさなんかぬいぐるみみたいになって、これめっちゃいいやんと思ってさ、ここでさ俺さ2000円ぐらいさぶち込んで結局取れなかったんだけどさ、マジでさ、俺お金めっちゃ持ってるとさ、すぐ使っちゃうんだよね。だから今回修理ってことで一応最初に2万円ぐらい下ろしてきて、やっぱりね、お金あるとね、どうしてもめっちゃ持ってるっていう錯覚に陥るからね。もうそこでもう今日で修理で1000円だったのに、他で5000円ぐらいぶち込んでるんで、マジで散財してる。本当にやっとるわ。ということで皆さんはね、無駄遣いしないように気をつけてくださいということですね。はい、ということで、まあ無事ね、修理はしてないんですけど、解決できてよかったですということです。はい、ということでまた皆さん次回のところでお会いいたしましょう。それでは、さよなら。